ウラヌス作戦、ウラヌス作戦、ウラヌス作戦、天皇母子作戦ともは、第二次世界大戦中の1942年11月下旬に、ソ連軍が、スターリングラード行為中のドイツ第六軍の南北側面を攻撃して包囲した、反抗作戦名前。作戦構想は1942年9月の早い時期に決まり、9月から反抗用戦力の集積が、始まった。 作戦は11月19日に始まり、ソ連軍はルーマニア第3軍とルーマニア第4軍及び第4、総攻軍の保持する戦線を突破して、23日には南北の構成部隊はカラチで手をつなぎ包囲網は完成した。包囲されたのは後に判明したことだが、第6軍を中心とした約33万人の数軸軍である。1942年5月初旬。 ドイツ国防軍は、ブラウ作戦、青作戦ともを発動、南方軍集団正面に展開するソビエト赤軍への攻撃を開始した。7月13日までに、ドイツ軍はソビエト防衛線を突破、ロストフな、ドヌを包囲、占領した。ロストフ陥落後、ヒトラーは、スターリングラード、コーカサス予言の両方を占領するために、ロシア南部のドイツ軍を、A、 B 両軍集団に分割するよう命令した。スターリングラード攻撃は、第6軍が命令され、ボルガ川付近に展開、ドイツ空軍第4航空艦隊の支援を受け、前進した。8月7日、2個装甲軍団は、スターリングラード側面から攻撃、ソビエト赤軍将兵約5万名と、戦車約1000両を、包囲、22日には、ボルガ川を抑えるために、 ドン川を横断し始めた。翌日、第六軍の先遣部隊が、スターリングラード郊外への侵入を開始、スターリングラードの戦いはここに開始された。11月中に、ドイツ第六軍は、スターリングラードのほとんどを占領、ソビエト赤軍をボルガ川川岸に押し込んだ。しかし、第六軍の側面には、ソビエト赤軍の反撃の兆候があり、その情報は、 ソビエト赤軍捕虜からもたらされた。しかし、ヒトラーは、スターリングラードを占領することにこだわっていた。実際、ドイツ陸軍参謀総長、フランツ・ハルダーは、第6軍と第4装甲軍の、応しすぎていた側面に迫っていた危機について、警告していたが、9月、ヒトラーとの意見対立により解任された。9月の早い時期、ソ連大本営は、ロシア南部、 スターリングラード近郊及びコーカサスでドイツ軍南翼を撃破する一連の反撃作戦を計画していた。そしてスターリングラードを奪取する作戦の司令官にアレクサンドル・バシレフスキー任命された。ソ連大本営はスターリングラードで行うラヌス・サッター暗領作戦を拡大。 出来うる限り増援戦力を広範囲に展開して、ドイツ中央軍集団に出来うる限りの損害を与えるためのマーズ作戦をさらに隠した。ウラヌス作戦のために、ソビエト赤軍は、スターリングラード周辺で、直接、ドイツ軍など数軸国を包囲するために機械化、不評部隊を大規模に展開させ、さらに、ソビエト赤軍は攻撃開始地点をドイツ第6軍の背後の戦線に置き、 数軸軍の戦線が伸びきり、戦力が希薄な箇所を素早く撃破。これを包囲することを目的とした。攻撃は南北領域から開始された。別のソビエト赤軍部隊がドイツ軍背後で攻撃、ドイツ第六軍に接触しようとしている間、ソビエト機械化部隊はドイツ軍防衛線へ深く侵入していた。一方、ソビエト赤軍が準備完了していた頃、オック。 陸軍参謀本部は中央軍集団北側で戦力を増やしつつあるソビエト赤軍が南北同時攻撃はないという確信を持っており切迫しつつあった反撃の可能性を否定し続けていたスターリングラードを占領するという決定は延期されていたが東部戦線にさらなる部隊を送る要同盟国に圧力をかけている間ブラウ作戦において ドイツ軍と同盟国軍が幅 480km、長さ数百 km の戦線を形成していた。例を挙げるならば、ドイツ第6軍は、約 400km の戦線で攻撃を行うま、さらに約 160km の戦線の防衛をも担当していた。南方軍集団を分割して設立された B 軍集団、残り半分は A 軍集団とされ、高カサス周辺で、 作戦行動を行ったは、書類上は強力な部隊に見えた。B 軍集団にはドイツ第2軍、第4装甲軍、第6軍及び、ルーマニア第3軍、イタリア第8軍、ハンガリー第2軍と、ドイツ軍第16自動車化不評師団が所属していた。さらに、予備戦力として、第48装甲軍団と1個不評師団が所属していたが、装甲軍団はすでに疲弊しきっていた。 そして、ドイツ軍部隊の大部分が、スターリングラード、コーカサスでの作戦で戦闘に立っており、ドイツ軍の側面を防衛するのは、同盟軍となっていた。ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーが、ドイツ軍の側面を防衛する、同盟国各軍に信頼を示している間、その実、多くの場合、同盟軍の将校の士気は低く、兵士の質も悪く、武器は旧式で多くの機材を、 馬が引いている状態であった。例えば、部隊の機械化の問題では、ルーマニア第一走行手団にはおよそ100両のチェコ製、戦車38戦車が所属していたが、これはドイツではすでに1000級の戦車ではなかった。また、使用していた対戦車砲3.7センチメートルパック36も、すでに旧式と化しており、ソビエト赤軍戦車 T-34 を撃破するには、 威力不足であった上に弾薬が不足気味であった。そのため、ルーマニア軍は度重なる要請を行い、それを受けたドイツは7.5センチメートルパック40を1個手段に6問の割合で提供した。これらの部隊、例えばルーマニア第4軍が長さ270キロメートルの戦線の防衛を担当、ルーマニア第3軍は140キロメートルの戦線を担当するなど、 戦線に非常に広大な範囲にわたって展開することとなった。ドイツはその戦力について疑念を持っていたが、イタリア第8軍はハンガリー第2軍とルーマニア第3軍の間を担当した。通常、同盟国各軍はドイツ軍より良好な状態になく、さらにソビエト赤軍との何ヶ月もの戦いでさらに戦力を低下させていた。 そしてソビエト赤軍最高司令部は新たな戦力を増強、ドイツ軍に対抗していたが、それに対してオックはそれら戦力が消耗した部隊で、さえも戦線を維持するために使わざるを得なかった。さらに1942年5月から11月に行われたドイツ軍の構成の間、ドイツ軍最量の師団、グロースドイッチュラント師団と第一、SS 装甲師団がフランスへ、 連合軍が上陸する可能性が生じたため、英軍集団からフランスへ移動した。第6軍は、スターリングラードの戦いで多大な犠牲を被っていた。例えば、ドイツ第22装甲師団の戦力状態は、時折、ルーマニア第1装甲師団と変わらない状態になることがあった。そして、ドイツ軍の防衛線が、戦力に見合わず、伸びきっており、例えば第9歳軍団は、 長さ 100km の戦線を担当していた。ソビエト赤軍は、将兵約110万名、戦車804両、訪問13,400門、航空機1000機以上を準備していた。ソビエト赤軍はルーマニア第3軍を撃破して、ドイツ軍側面を突破するために、第5戦車軍、第21軍、第65軍を配置した。ドイツ軍の南部側面への攻撃は、 ソビエト赤軍第4、第5機械化軍団が先行を務め、第51軍、第57軍の目標となり、その後、ルーマニア第4軍を突破して、カラチで第5戦車軍と合流する予定であり、総勢11個軍といくつかの独立戦車両団を配置した。しかし、ソビエト赤軍の攻撃準備は、まだ完全とは言えなかった。結局、 多くの部隊が移動の遅延を起こしていたため、ソビエト赤軍最高司令部は11月8日、作戦の延期を命令した。その一方で、各部隊は作戦に参加する前に、ドイツ軍の反撃を撃退し、機械化部隊で進撃をする演習を繰り返し行っていた。これらの行動に合わせて、モスクワへの部隊展開を増やすような偽装を行い、無線更新の減少、高頭での移動命令、 カモフラージュ等でできる限り反撃作戦を引得した。また、ソビエト赤軍が反撃に使用する予定であったドン川の橋からドイツ軍の注意をそらすためにドン川の各所で偽の橋を建設していたが、さらにドイツ軍を油断させるため防御陣地を構築するよう命令された。また、ソビエト赤軍は中央軍集団への攻撃を行い、ドイツ軍に反撃作戦が 中央軍集団に行われると錯覚させるための偽装の反撃準備を行った。スターリングラードにおいては、ドイツ空軍の激しい爆撃により、ソビエト赤軍部隊の移動はかなり困難であった。スターリングラード戦線で活動していた第38、工兵大隊は、ボルガ川を横断して、弾薬、将兵、戦車の輸送を行っていた。その一方で、 切迫していた段階的な反撃の主導を務めることになっており、戦線の比較的光線の少ない地点の偵察を行っていた。約3週間で、ソビエト赤軍は、ボルカ川対岸より、将兵約11万千名、戦車420両、訪問556両を輸送した。11月17日、バシレフスキーは、モスクワに呼び出された。そこで、バシレフスキーは、 第四機械化軍団司令官司令官ボルスキーが攻撃を取りやめるようスターリンに当てていた手紙を見せられた。ボルスキーはこの大掛かりな反撃が失敗する運命にあると考えており、その代わりに攻撃を延期して作戦を根底から計画し直すよう示唆していた。多数のソビエト赤軍兵士は冬装備を支給されず、指揮官の無責任な態度のために、 多くの兵士が投傷で死亡しており、ソビエト赤軍情報部は戦線に配属されているドイツ軍部隊の多くの情報を集まる努力をしたが、ドイツ第六軍の情報はあまり手に入れることができなかった。しかし、攻撃を中止する気のないスターリンはボルスキーに電話をかけ、攻撃命令が出たとき、ボルスキーが命令通り攻撃を開始することを確認した。 ウラヌス作戦は11月17日まで延期されていたが、ゲオレディー・ジューコフは空軍の準備ができていないと判断。さらに2日延期を提案。結局、作戦は19日に発動された。前線に配属されていたルーマニア軍のゲルハルトシテック、ゲアハード STCK 中尉は19日朝午前5時、その日起こることとなったソビエト赤軍の反撃の情報をつかんだ。 しかし、早朝5時という時間であったため、誤情報で司令官を起こすことを恐れ、受信した情報をルーマニア軍の情報将校へ流すことを行わなかった。一方、ソビエト赤軍司令官は、農務のために視界不良となっていたため、攻撃開始前の準備砲撃を延期することを提案したが、前線司令部はそれを拒否した。午前7時20分、モスクワ時間。 ドイツ時間は午前5時20分、ソビエト砲兵部隊指揮官は、作戦発動の暗号、サイレン、サイレンを受信、それから80分にわたって、攻撃地点のドイツ軍へ砲撃を続た。約3500門の訪問が、ルーマニア第3軍とドイツ第6軍の、北方側面へ砲撃を行った。当日は、濃霧のため、着弾地点の修正ができなかったが、前々から準備していたため、 ドイツ軍陣地を正確に把握しており、確実な砲撃を行った。その砲撃のために、ドイツ軍の通信回線が破壊されたため、その砲撃の効果はさらに高まり、弾薬集積所、前線の観測所などが破壊された。その後、この砲撃を乗り切った多くのルーマニア兵たちが退却を始めていた。さらに退却するルーマニア軍へ砲撃を行い、ソビエト赤軍砲兵部隊は、 ルーマニア軍砲兵陣地及び第二防衛線を目指して砲撃を続けた。11月19日午前8時50分、ソビエト赤軍、第21軍、第65軍、第5戦車軍によるルーマニア第3軍への攻撃が開始された。しかし、ソビエト赤軍による重厚な砲撃はソビエト総攻部隊が 地雷不設区域と地形を抜けて進撃することを難しくしており、最初の2回の攻撃をルーマニア軍は辛くも撃退した。しかし、ルーマニア軍は対戦車砲の不足でソビエト赤軍をせき止めることができなかった。ソビエト第4戦車軍団及び第3新兵兵軍団による進撃は正午までに確立された。その後まもなく、 ソビエト第5戦車軍はルーマニア第2軍団の結破派に成功、その後に第8機兵軍団が続いた。ソビエト総攻部隊は、ノームの中、コンパスを頼りに進んでいたため、ルーマニア軍、ドイツ軍の砲兵陣地を越えて進んでいたが、ルーマニア三個師団が混乱を起こし、退却を開始していた。そして、ルーマニア第3軍の東西に、ソビエト赤軍が展開していた。 ソビエト赤軍の攻撃のニュースを受けた後、第六軍司令部は、スターリングラードでの戦いに従事していたが、向かうことが可能であった第十六、第二十四装甲師団に、ルーマニア軍を支援、陣地を再構築する、よう命令することはなかった。その代わりに、ザルバイブ装甲軍団が防衛を行うこととなった。深刻な兵員不足、装備も不十分であった中、 ザルバイブ装甲軍団は、ソビエト装甲部隊と戦うために、最新戦車約100両を何とか装備していた。さらには、燃料不足も生じており、戦車が不足な分、その乗員は、不評中隊を組織するようになっていた。そして、ザルバイブ装甲軍団所属の第22、装甲師団は30両未満の戦車しか存在しなかったが、この戦いで殲滅された。 ドイツザルバイブ総攻軍団に所属していたルーマニア第一総攻士団はドイツの司令部との連絡を失った後ソビエト第26戦車軍団と戦い11月20日までに撃破されたソビエト赤軍は南に進撃し続けたため多くの戦車が悪化する吹雪の中覗き港が凍りつくなど進撃には困難が伴ったそのためソビエト戦車が急な動きを行ったり 不正地を走ったため、タンクデサントとして登場していた兵士が振り落とされて、骨折することも珍しくなかった。しかし、この激しい吹雪は、ドイツ軍の行動をも制限した。ルーマニア第三軍は11月19日末にはすでに崩壊していた。ソビエト赤軍、第21軍と第5戦車軍は、ルーマニア参考士団、約2万7千名を捕虜とし、 さらに南へ進撃した。ソビエト騎兵部隊は進撃して、ソビエト赤軍側面に反撃を仕掛けていた、イタリア第8軍とルーマニア第3軍を分断した。ソビエト空軍が退却するルーマニア将兵を地上操作する間、ドイツ空軍はあまりにも小さい反撃を行った。ドイツ第376不評師団の側面に配置されていた、ルーマニア第1騎兵師団の撤退したため、 ソビエト第65軍が広範囲に展開、ドイツ軍の防衛線を立て横することとなり、ドイツ防衛線崩壊の危機を招いた。ドイツ軍は11月19日遅くに反撃を行い始めたが、すでに別のソビエト赤軍部隊が、第6軍の南部への攻撃を開始しつつあった。11月20日午前8時、ソビエト赤軍最高司令部は、予定通りに作戦が行えるかどうか聞くために、 スターリングラード戦線の司令部に電話を入れた。司令官は、ノームが晴れれば予定通り作戦を開始すると答えた。各部隊は作戦を午前10時に延期する命令を受けていたが、第51軍の師団は命令を受けることができず、時間通りに砲撃を行い始めた。第51軍はそのまま、ルーマニア第6軍を攻撃、大量の捕虜を得た。午前10時。 第57軍が攻撃を開始、スターリングラード戦線において、装甲部隊の攻撃が始まり、状況の進展を見せた。その頃、ドイツ第297不評紙団は、ルーマニア軍の部隊が反撃を続けないのを目撃していた。ソビエト赤軍は攻撃開始以来、ある程度は順調な進撃を見せた。しかし、命令の混同と不確実な伝達はソビエト第4。 第13機械化軍団の進撃が停止することを招いた。この時、ドイツ軍はその戦線に第29装甲的弾兵士団を早急に送ることでそれを防いだ。しかし、ソビエト赤軍を停止させることに成功はしたが、ルーマニア軍の崩壊のために、士団はドン川南岸へ防衛のために移動を行わなければならなかった。第29装甲的団兵士団の反撃は、 ソビエト赤軍の戦車約50両を破壊、ソビエト赤軍司令官は、側面の心配を行わなければならなかしかし、その日の終わりまでにできたドイツ軍の再配備はルーマニア、第6機兵連隊を進撃を重ねるソビエト赤軍と、ドン川の間に展開させるのがやっとであった。ソビエト赤軍が、スターリングラードで11月20日に攻撃を開始する。 間、ドイツ第6軍北方に配置されていた、ソビエト第65軍はドイツ第11軍団に圧力をかけていた。一方、ソビエト第3新英機兵軍団がドイツ軍後部に回り込む間に、ソビエト第4戦車軍団はドイツ第11軍団を通り越して進撃していた。ドイツ第376不評師団とオーストリア第44不評師団は配置転換されたが、 燃料が欠乏したため、その多くが失われた。ソビエト赤軍の怒涛の攻撃による損害に苦しまされつつも、対戦車砲兵隊が踏ん張り、第14装甲士団の残存部隊はソビエト第3、新栄騎兵軍団の側面を撃破した。2日末までに、ソビエト第26戦車軍団が、スターリングラード北西 130km にある、ペレリゾフスキー、 ペレラゾアフスキーの街を占領していた。その一方で、ソビエト第一戦車軍団は退却していた、ドイツザルバイブ装甲軍団を追撃していた。ドイツ軍はソビエト赤軍に最大 50km の進行を許したまま、戦いは11月21日も続いた。この時までに、ソビエト赤軍がドイツ第四装甲軍と第六軍の側面を放つつあり、 北方のルーマニア残存部隊は包囲され殲滅され、短時間の反撃を行った。ドイツ第22装甲師団は、戦車中隊と同じようなレベルの戦力と化し、南西に撤退せざるを得なくなった。一方、ソビエト第26軍団はルーマニア第一装甲師団の大部分を撃破、その他の敵軍を無視して南東に進撃していた。ルーマニア、v、軍団は、再編成を行って、 緊急の防衛戦を築き、ドイツザルバイブ装甲軍団の支援を仰いだ。その日、ドイツ第六軍司令官、フリードリヒッパウルスは、ソビエト赤軍が、司令部から約四十キロメートル未満まで、進撃しているという報告書を受け取ったが、すでに第六軍には、防衛に回す、予備戦力が存在しなった。南方では、短時間の停止の後、ソビエト第四機械化軍団が、 スターリングラード方面へ北上を開始、いくつかの町をドイツ軍から脱出した。スターリングラード内外のドイツ軍の状況が悪化していたが、ヒトラーは全周囲防衛地区を形成し、ドン川とボルガ川の間をスターリングラード要塞とする要命令。これは第六軍が脱出する望みを奪うものとなった。ドイツ軍、ドイツ同盟軍らが苦戦している間、 第六軍とは別に、第四装甲軍も増加するソビエト軍の包囲にさらされつつあり、第十六装甲的弾兵士団がその出口を形成すべく激戦を交わしていた。しかし、ドイツ軍南方を攻撃していたソビエト、赤軍装甲部隊は、不評部隊との連携がうまくいかず、ルーマニア第四軍の脱出を許すこととなった。11月22日、 ソビート赤軍はドンカワを横断、カラチ方面へ進撃を続けていた。カラチに駐屯していたドイツ軍部隊は補給、整備を行う部隊がほとんどであり、なおかつ11月21日までソビエト赤軍の攻撃を知らなかった。さらに、そのソビエト赤軍の戦力も不明であった。カラチの橋を奪取する作戦は第26戦車軍団が担当し、 橋への接近には捕獲した2両のドイツ戦車と偵察車両を使用午前中にカラチを奪取してドイツ軍を排除した。そして第26戦車軍団と第4戦車軍団は南から北上している第4機械化軍団と合流し、1942年11月22日、スターリングラードに存在したドイツ軍はソビエト赤軍に完全包囲された。その日、 ソビエト赤軍は包囲していたルーマニア大5軍団との戦いを続けていた。翌日、ドイツ軍は包囲を解くために局所へ無駄に戦力を投入したため、戦いは続いた。この時までに包囲されていたドイツ軍、ドイツ同盟軍将兵は、ソビエト赤軍の装甲部隊から逃げるために、スターリングラードへ退却。その一方で、なんとか包囲を脱出した者は西方へ退却した。 ウラヌス作戦により20万から25万名のドイツ将兵が東西 40km、南北 50km の地点に閉じ込められた。包囲の中には2個ルーマニア師団、クロアチア不評連隊を含む第6軍と4個軍団、1個装甲軍団を含む第4装甲軍が存在。さらには戦車100両、訪問2000門、トラック1万台も含まれていた。 スターリングラードへの撤退により、退却路にはヘルメット、武器などが散乱しており、破壊された大型武器は道路脇に放置されていた。ドイツ軍及び同盟軍は厳しい冬空の中、急いで東へ退却したため、ドン川を渡る橋は渋滞を起こしていたが、彼らはソビエト赤軍の攻撃から逃れようとあがいていた。多くの負傷者が路上に放置され、そのため、 車両に踏みつぶされることがあった。さらに凍った川を渡ろうとして失敗、溺れ死ぬ者も続出した。空腹を抱えた兵士は、ロシアの村を襲い、食料を略奪した。最後の部隊が退却した11月24日、ドイツ第6軍と第4総甲軍から、ソビエト赤軍を切り離すために橋が落とされた。第6軍は混乱の中、防衛戦を築き始めたが、燃料、 弾薬、食料の不足によりなかなか進まなかった。さらに、ルーマニア軍が崩壊したことにより生じた戦線の空白を埋めることも行わなければならなか。11月23日、いくつかのドイツ軍部隊は、スターリングラード北端へ退却を行ったが、追撃に使用される恐れのある設備は破壊した。しかし、それらの部隊は同時に、浮遊用施設、設備を放棄しており、 ソビエト赤軍第62軍はドイツ第94、師団を殲滅。師団の残存兵は、第16装甲師団と第24装甲師団に配属された。ドイツ軍の核司令官は、包囲されている部隊が、包囲網から脱出しなければならないと意見していたが、11月23日から24日の間に、ヒトラーが、第6軍は、スターリングラードに止まること。 その補給を空軍が行うことを決定した。スターリングラードで包囲された将兵には1日あたり少なくとも680トンが必要であったが、すでに消耗していたドイツ空軍にはそれを実行する能力がなかった。そして復活しつつあったソビエト空軍がドイツ空軍の大きな障害となっていた。12月までにドイツ空軍は約500機で物資を輸送したが、 これは第6軍と第4装甲軍の必要物資を供給するには不自由であった。12月前半、第6軍は必要量の20%しか受け取れなかった。一方、ソビエト赤軍は包囲したドイツ軍を殲滅するために包囲する戦力を増強していた。ソビエト赤軍は東、南からドイツ軍を攻撃、小さな戦闘弾を形成し、ドイツ軍を撃破しようとした。 これらの命令は11月24日に発動され、予備戦力を動かさず、再編成なしに実行されることとなった。包囲は幅 320km、厚さ 16km に及び、その4分の3に、ソビエト赤軍が配備されていた。そしてソビエト赤軍最高司令部は、イタリア第8軍を殲滅して、コーカサスのドイツ軍を分断するサターン作を計画し始め、 開始日を12月10日とした。ドイツ軍は、第4総甲軍、第6軍、ルーマニア第3軍、第4軍を分けて、ドン軍集団、司令官、エーリッヒマンシュタインを新設したため、コーカサスのドイツ軍はさらに戦力を分散することとな。状況は最悪に見えたが、ウラヌス作戦終了後、戦線は落ち着き、ドイツ軍、ソビエト赤軍は来る、次の戦いのために作戦を立て、 しわしの安穏とした日々が続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。